知をもっと体験しよう。はい、私たちは今日も千葉県幕張メッセで行われております東京ゲームショー2008に来ています。はい、はい、さあ今日はですね、一般公開日2日目ということでございますけれども、今日もですね、昨日以上のなんと大勢の方々に来ていただいています。ほんと見渡す限り昨日より絶対多いですよね。絶対多いです。それは昨日以上ですね。はい、でも一般公開日2日目の今日も、はい、まあ、昨日以上の大勢の人がもう見てわかりますけど訪れています。はい、そんな中でも私たちはバンダイナムコゲームズのブースより今回もスペシャル番組サイド BNTV をお送りします。はい、はい、さあ、今日もですね、ありがとうございます今日も2時間生放送たっぷりお送りしますんでね、はい、皆さん、楽しみにしててください。昨日に引き続き、今日もね、話題のゲームが続々登場しますんでね、お見逃しなく、どうぞご覧ください。それではですね、よろしいですか皆さん、せーの、サイド BNTV スタートです。あれ、俺変なこと言った。今や世界中の注目を集める日本のテレビゲーム産業、そんなジャパニーズテレビゲームが誇る最大のイベント、東京ゲームショー、年に一度のゲームの祭典。昨日から一般公開がスタート。雨がぱらついたにもかかわらず長い行列ができるなど、多くの人々が詰めかけて大いに盛り上がっています。いやすげえ人だ。バンダイナムコゲームさん、やっぱすごい。これやばい。あ、ガンダム VS ガンダム、150分待ちですよ。そんな東京ゲームショー2008の会場内、バンダイナムコゲームズの特設ブースより2時間にわたる生放送でゲームの魅力をお伝えしていく空前絶後の番組、それがサイド BNTV。 この会場でしか見ることのできない超最新のゲームから、知られざるゲーム開発の裏側まで、とにかくゲームの魅力がぎっしりと詰まった2時間生放送。今日も見どころ満載。まずは超人気 RPG テイルズオブシリーズ。アニメテイルズオブジアビスのエンディングテーマを歌うあの人が登場。そしてアイドルマスター、豪華声優陣が登場したステージの様子を大公開。すごい、こちらはアイドルマスター、アイドルマスターの会場ですよ。すごいですよ、これすごい盛り上がってますね。他にも人々のハートをがっちりと掴むゲームが続々登場。ゲームズの新社屋未来研究所への潜入取材第2弾、ゲーム開発の最前線でバニラさんが見たものとは。これを見ればもっとゲームが好きになる、今すぐゲームがやりたくなる、夢のプログラム東京ゲームショー2008サイド BNTV。 サイド BNTV はバンダイナムコゲームズの提供でお送りします。俺たちがガンダムだ。ファーストシーズンの物語を網羅した俺が見せるガンダムアクションだ。オリジナルエピソードや新作アニメも収録、機動戦士ガンダム00ガンダムマイスターズ、狙い撃つぜ。兄さん、このゲームなんだ。いろろ明るくて、ああ、はちゃめちゃで。何、兄さんがかわいいんだ。かわいい。コードギアス反逆のルルーシュ R2 盤上のギアス劇場。私の歌を聴け。歴代の名曲をバックに時空を超えたドッグファイトを思う存分楽しんでください。こんなゲームめったにないんだからね。マクロスエースフロンティア。スーパーロボット対戦新シリーズ始動。時空は破壊され、その日世界は崩壊した。目の前だけ
多元世紀ガンゼ混乱を乗り越え今新たな世界の創造が始まるプレイステーション通用ソフトスーパーロボット対戦 Z 好評発売中ヒルドレですか彼らはとても優秀なパイロットですあなたと戦いたいそれが僕の望みですもらったドラマチックフライトシューティングスカイクロライノセンテイゼスをご覧の皆さんそして東京ゲームショー2008にお越しの皆さん改めましてこんにちは鈴鹿美優ですあーよっそしてゲーム大好き山崎まにらですよっそしてアナウンサーの河合彩子ですよろしくお願いしますお願いしますよろしくお願いしますはい皆さん盛り上がってますかおーすごい人ですね昨日よりさらに多くてこっちも盛り上がっちゃいますよね上がりますね。上がります。本当ありがとうございます。はい、なんと今日はあれですよね、うん。すごい人が来てるんですけれども、ね、昨日の時点で7万1639人。はい。去年より6844人多いそうです。すごい。はい、皆さんすごい人気のゲーム3、4時間待ちはもう当たり前。はい。すごいですよね。びっくりですよね。でもここにいればいろんなゲームがいっぺんに見れちゃいますからね。見れちゃうんですね。800点以上、はい出展されてるということなんですけども。そうなんです、はい。昨日は一般公開日初日ということで会場そしてサイド BNTV と大いに盛り上がりました。はい。サイド BNTV スタートです。昨日も最新ゲームの魅力満載でお届けしたサイド BNTV。大いに盛り上がったスタジオのダイジェストをお見せいたしましょう。アムロ、ガンダム無双、行きます。突如聞こえてきたこの声にスタジオ、騒然。スペシャルゲストとして登場したのはガンダムアムロレイの声でおなじみ古谷徹さん。古谷徹さんです、はい、若いおさむじゃありません本物ですどうぞこちらへそんな古谷さんと一緒にプレイしたのはプレイステーション3版ガンダム無双2、はい、じゃあそこで丸また丸ボタンを押していただいてさあまずは船員さんからチャレンジ多分そのデカさが人格コツみたいなのありますか戦っていく上 で、まあまずやっぱりその今回チャージ白熱のバトルを繰り広げたものの巨大な敵を前に苦戦模様そこでパイロットを古谷さんにチェンジでもアニメのようにうまくはいきません船員さん古谷さんともにクリアならず見かねたバニラさんも挑戦しましたがやっぱりダメあー激しく蹴られちゃう危ないあーまた蹴られたちょっとお手本をお願いしますクリアした画面を見てみたいそこでこのゲームのプロデューサーである後藤さんとチェンジところがあ意外なことにこれまた苦戦一体どうなるの40秒あでもあとちょっといけそう行くんだ後藤やれよしやったプロデューサーの面目躍如すごいさらに船員さんと古谷さんがプレイステーションポータブルガンダム VS ガンダムに挑戦三角ボタンで格闘防衛になります普段はあまりゲームをやらないという船員さんに押され気味だった古谷さんですがバニラさんの一言が古谷さんを再びアムロレイにアムロお願い誰の役ですかこれニューガンダムは伊達じゃない
さすがはニュータイプ、セインさんを撃破しました。いいですね、孤独なタイプ。さらにステージでは太鼓の達人 Wii を紹介、やり方を教わっていざプレイ。じゃあ行きますか。なるほど、ちょっと待った。何ですか。あ、どっかにヒントがある。何勝手にやろうとしてるんですか。そうですよ、ちょっと混ぜてくださいよ。レコードご苦労様でした。いっぱいね。いや本当ですよ、疲れましたよ。疲れた。楽しかったでしょ。楽しいな。会場のリポートを担当していたさくらんぼブービーが突然ステージに乱入。一部ゲーマーの間ではゲームの神とも崇められている2人の腕前を披露してもらいました。出ました、巻いて袋。はい、じゃあ曲をですね、なんかこれですね、いらないアフトセットも入ってきた。あ、じゃあ、あ、レンタレンタそうだ、ジャイから勝ってくる。叩くの忘れないでください。叩いてしっかり。で、ほら。あ、出た。というか、バニラさんが着物でやっているというのがすごいですよね。なかなか見られる光景じゃないですね。さらに、バニラさんが挑戦したのは、Wii 専用ソフト、ファミリースキー、ワールドスキー&スノーボード。着物姿でスキーを滑るという離れ技を披露してくれました。さあ、今日はどんなプレイが繰り広げられるのでしょうか。いやー、もう初日から楽しかったですね。盛り上がりました。あのね、古谷徹さんが画面で作ったのだ。昨日来ればよかったって、ここら辺の方一斉にがっかりしてます。騒いでましたね、なんかね。今日も面白いです。ぜひぜひ盛り上がっていただきたいと思います。はい、はい。いやー、でも本当昨日の会場もすごかったですけど、今日もまたね、しつこいようですけれども、すごいですね。スペシャルゲストも、はい、はい、うん、からね。そうなんです、ぜひぜひお楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい。さあ、そして、そんな僕たちがですね、お届けするサイド BNTV はなんとワンセグで見れるということなんですけれども、はい、皆さんワンセグ、対応携帯持ってらっしゃいますか。はい、持ってらっしゃれば今私たちが映ってるはずですけれども、映ってますか。やったー、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらの会場にいらっしゃる皆さんも、ワンセグの受信機能のついた携帯電話、もしくは携帯ゲーム機を使っていただければ見ることができますので、ぜひチェックしてください。はい、でも、まあ、生で見れますからね。そうなんですね。ワンセグわざわざ見なくても。ここにいらっしゃる方はね。はい。はい、そして、ワンセグでアンケートに答えると、素敵な壁紙がもらえます。よっしゃ、大切、大切。壁紙。サイド BNTV をワンセグでご覧の皆さんに素敵なプレゼントです。東京 MX ワンセグデータのメニューボタンから番組アンケートを押してサイド BNTV 番組携帯サイトに入ってください。そこでアンケートにお答えいただくと、もれなく太鼓の達人 Wii の壁紙をプレゼントいたします。また東京ゲームショウの会場内でアクセスされる方は、地域設定もしくはチャンネル設定を東京03にしてから Q チャンネルの東京 MX に合わせてアンケート画面に進んでください。皆さんのご応募お待ちしています。はい、ですからね、皆さん行列に並んでる間にワンセグ見てくださいね。あ、それいいですね、はい、4時間も並ぶなら見てた方がいいですね、はい、そうですよ。時間は有効的に使いましょう。はい、さあ今日も早速最新のゲームですね、見ていきたいと思いますけれども、はい、はい、話題作がもういっぱいですからね、うん、はい、では早速バンダイナムコゲームスの大人気のゲームをご紹介してまいりましょう。 Here we go。 どうも、さくらんぼブービーでーす。また来たね。また来ちゃったね。じゃあゲームするときはね、これつけないとね、ちょっとマジになれねえからさ。マジになれねえからな。よし、行っか。あ、行こうよ。祭りだ、祭り。行こうぜ。早速まずはナルト、ナルティメットストーム。全世界で大人気のアニメナルトが対戦格闘アクションゲームとなって PS3 に登場。ナルト、ナルティメットストーム。まるでアニメを自分で動かしているような超高画質ド派手忍術アクション。バトルではメインキャラクターの他に
2名のサポートキャラクターをチョイス。戦闘中に呼び出すことでより戦略的な駆け引きが楽しめます。忍術をタイミングよく繰り出し強敵をノックアウト。おー、やってみようか。早速いっちゃおうか。やってやって。よっしゃ。おお、めっちゃ綺麗だな。うわ、すげえ。本当のアニメみたい。アニメ映画見てた。おお、おっしゃ。第7班の治癒枠、動きが気持ちいい。やるぜ。どう返し。まずはナルトになりきったカジがチャレンジ。逃げるね。続いては対戦モードに挑戦。木村 VS カジガチンコバトル。お前を飲み込む。勇者爆流。わあ、ほらもう。何が起こるの？砂漠だよ、もう砂漠になっちゃう。すっげえ。雑魚が。めっちゃ減った俺の体力。そりゃそうだよお前。木村大逆転。まだお前。必殺技はね、ほんとかっこいい。かっこいいね。これ、ナルトファン必見ですよ。砂であんなになっちゃうと思わなかった。思わなかったね。すごいね、もう目やられたもん、これ。面白いね。やりました。意外なことに、会場で桜とブービーのファンと遭遇。見てるみんなはね、僕たちの方あんま知らないと思うけど、結構人気あるんですよ。すっかりご機嫌な2人が次に注目した新作ゲームはこちら。いろいろこうだから戦いに行くらしいよ。なるほど。大人気アニメソウルイーターが痛快なアクションゲームになって登場。任天堂 DS ソウルイーターメデューサの陰謀。十字ボタンでフィールドの職人を動かし、タッチペンで武器攻撃、敵を倒しまくろう。魂ゲージを貯めて必殺攻撃。マクロス歌、恋愛、戦闘ロボット、三大要素を融合した人気シリーズマクロスが 3D アクションで PSP に登場。マクロスエースフロンティア。超時空要塞マクロスからマクロスフロンティアまで時空を超えたドッグファイトが実現。マクロスシリーズの多彩なメカが勢ぞろい。機体数40体以上。ダーミリオン1発進する。通信モードを使えば仲間と協力して戦ったり、対戦で腕を競うことも可能に。よし、はい、おい、おい、マクロスエースフロンティア。歌で世界を救う。行っちゃおう、はい、救っちゃって。はい、これはいろんなこれストーリーがこれできるわけです。そうです、はい、それ行っちゃいます。一番新しいやつこれ行っちゃいましょう。行ってきますやれるはずだ。あー、いいね。まるでほら、まるで丸尾シッパで、はい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 、丸尾シッパ離す。はい、変形して。
タレタレタマークロス、これどこ、ロス合わせろ、ロス合わせろ、どこ行ってるのか、街をもう先ほらマダロ学生が頼んでんや、マダロ学生がさ、おーすげえ変形がかっけかっこいいよね、もう初めて見た、そういうこと本当にお前のそういうとこ初めて見た、すごい今恥ずかしい、もう一回もう一回やってない、もう一回やってない、もう一回やってない、怖いでしょ、はい、そんなさくらんぼブービーが今日もステージに乱入、まずはここで一つ訂正がございます、はい、先ほど一部映像に乱れがありました、大変失礼いたしました、はい、あのカジの顔にちょっと映像が耐えきれなかった、すごい顔になってますね、カジ君、すいません、本当、はい、すいませんでした、あーったあーどうもーさくらんぼブービーでーす、いやいろいろ回ってくれましたね、あれナルトすごいですね、あの映像、映像すごかったですね、必殺技がとにかく派手でいいすごかったですよ、どれも話題作ばかりでね、そうですね、マクロスもう一回やって、ビャー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 やるんじゃなかったの、どうやったやってみて、いややってみてマクロスも、はい、爽快感がありましたね、マクロス、はい、はい、見てても楽しかったですもんね、はい、はい、続いては会場で行われたバンダイナムコゲームズの他のイベントの様子を徹底レポートしちゃいます、この後は超人気ゲームのアイドルたちを徹底解剖しちゃいます、武器と職人は2人で1つ、タッチで決めろ、共鳴アクション、キャラクターをチェンジして強敵に挑め、奇跡を描いてコンボを決めろ、行きやすソウル、あソウルイーター、メデューサの陰謀もらえるぜ、私の歌を聴け、歴代の名曲をバックに時空を超えたドッグファイトを思う存分楽しんでください、こんなゲームめったにないんだからね、マクロスエースフロンティア、筋肉ドライバー、まあ、これぞ柏のクソ力、伝説のゲームも収録、筋肉マンマッスルグランプリ2トキボール、とにかく多くの人であふれかえっている東京ゲームショーから生放送でお届けしている SAI BNTV、はい、今回もバンダイナムコゲームズの出展作品はとにかくすごいゲームが目白押しです、はい、今現在出展の行列ができているアイドルマスターやテイルズオブシリーズなどどれもこれも本当にすごい人たちなんです、はい、そうなんです、一般今回初日の昨日は、幕張メッセ8ホールのステージで、はい、アイドルマスターのステージが行われたんですが、さくらんぼブービーさん行かれたんですよね、はい、そうです、見たかった、その会場行きました、なんと3000人以上が3000人いらっしゃって、3000人、そうなんですよ、会場に入りきれないほどのお客さんにお集まりいただいたんですよね、3000人がですね、はい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 は
もちろん、あ、やった、ほほほいですよ。こんだけいるっていうことはもう見れなかった人も多くいたと思うんですね。いいと思います、はい、大変です。そうなんです、そんなことね、せっかく来たのに見られなかった、また会場に来られなかったという方のために、はい、昨日のステージの模様をダイジェストにまとめたのでご覧いただきたいと思います。はい、それではアイドルマスターのステージをご覧ください。こちらはアイドルマスター、アイドルマスターの会場ですよ。すごいですね、これすごい盛り上がってますね。どうしちゃったんですかね、みんな何があってこんなことになってんだろうね。いやもうすごい、みんな何があったんだろうね、これ。声優たちが歌とトークで盛り上げるスペシャルイベント、新作のゲーム紹介はもちろん、ファン待望の新曲も披露してくれました。皆さん、おにぎり派はやっぱりアイドルマスター SP の予約を皆さんにしていただきたいと思います。はい、ということでアイドルマスター SP は10月16日より予約キャンペーン開始です。16日ですよ皆さん。はい、アイドルマスター SP をよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。東京ゲームショーならではの夢のコラボレートに会場のファンはヒートアップ、もファンに混じって大盛り上がり、大興奮のステージでした。今日すごい盛り上がりでしたね。そうですね、はい、結構前の方にいらっしゃったんですか。真ん中の辺ですか。真ん中の辺、真ん中の辺で何時頃に来られたんですか。始発で来ました。始発で、始発で、ここに、ここには5時ぐらいにもう到着。そうですね、5時半過ぎぐらいかな。もうこのイベント見るために来たんです。そうですね、これがメインですよ。これがメインで、あーさくらんぼブービーっていう、あーかじくんじゃない。あーそうですすごいすごい、いや今日盛り上がってました。いや最高でしたね。もう最高ですか。はい、もうこれもうブンブン振ってやばいっすね。長いの振っちゃってすごい人気ですね。すごい人気、みんなこうプロデュースしたいわけよ、アイドルを。やっぱりね、うん、号が出てる、号が出てる。ハジガン、ハジガン
アイドルマスター号外出てるよ。号外出てますよ、アイドルマスター。ほら、なんかほら、号外号外。もうみんな見てるのかな。見てる。みんな持ってますもん。あ、持ってる、ね、持ってますもんね。おー、いいねいいね。号外。もうさっきイベント出た？見た？見た。それですぐ並んできたんだ。すぐ来た割にはもう結構な、もう遅れてるじゃん。急げよ。怖がってるじゃねえか。はい、そしてすいません、ですね、先ほど映像の中でテロップに一部誤りがありました。大変失礼いたしました。はい、いやーでもすごいですね、あのステージクラスっていうか、もうそれ以上の盛り上がりでしたね。なんか声優さんたちダンスもみんな上手なんですね。もう本当にアイドルですよね。私が言うのもなんだけど、みんなすごい声ですね。かわいい声ですよね。ちょっと負けてらんないと思ったでしょ。負けてらんない。めちゃめちゃ盛り上がってましたよ、ね、めちゃめちゃ盛り上がったな。僕も見に行きたかったんですけどね、やっぱ移動も大変だったりするし、僕も仕事あったりあ、せいさん、だから私がせいさんのアイドルになりましょうか。ありがとう。なんかちょっと空気が、すいません。いやですね、そんな豪華声優陣が揃っている話題騒然のプレイステーションポータブル用ソフト、アイドルマスター SP をもっと楽しんでみましょう。はい、はい、ってことは、あの、僕もプロデューサーになれたりとかするんですか。まあ、そういうことですよね。ここからアイドルマスターをより詳しくご紹介していただくために、はい、スペシャルゲストに登場していただきましょう。はい、バンダイナムコゲームスアイドルマスタープロデューサーの坂上陽三さんです。あー、よっよっ、どうぞ。こんにちは、よろしくお願いします。どうぞこちらへ。どうも、よろしくお願いします。あ、どうも、よろしくお願いします。いや、何よりも昨日のステージすごかったですね。いやー、もうありがとうございます。何千人ったらもうコンサートですよね。はい、そうなんですよ。もうアイドルマスターはもう基本的にはですね、まあ、アイドルたち、実際のアイドルたち、彼女たちですね、彼女たちがもう実際に皆さんと一緒にこう歌を歌いながら、で、まあ、ステージとそしてゲームと一緒になってですね、みんな楽しんでもらうようなゲームっていう感じです。本当に皆さん楽しそうでしたもんね。そうですね。これでどうやって、まあ、ポイントを獲得したりステージ上げるってどんなゲームなんですか。あ、そうですね、アイドルマスターはですね、いわゆるその実際のこうアイドルですね。で、アイドルもいろいろあると思うんですけども、まあ、いわゆるバラドルとかいろいろありますけども、アイドルマスターのアイドルはですね、本当に歌で、歌で上がっていきます。まあ、なので歌で必要ないわゆるボーカルとですね、 あとですね、ダンス、でもう一つはいわゆる、ビジュアルですね。やっぱり表現力がないとアイドルってやっぱりね、どんなにテクニックがあっても登っていけないので、じゃあそれを一つ一つ練習を積み重ねていくっていう。そうですね。で、それを積み重ねた上で、なおかつそのオーディションに受ける。はい、まあ、このオーディションは厳しいんですけど、はい、でもそれは全部プロデューサーがやるわけじゃないですか。はい、だから本当の世界だったらそれはマネージャーがやっぱりスケジュール管理とかができないわけじゃないですか。そうですね、そのことになると思う。そうですね、そのプロデューサーって一言で言うんですけども、ははまあ、プロデューサーっていう言葉はですね、非常に曖昧なことですね。まあ、机にいないだけとかね、そういうふうによく言うんですけど、プロデューサーは。でもそうではなく、はい、アイドルマスターではですね、プロデューサーと言いつつですね、全てを網羅する、全てのこと、細かいことまでちゃんと見ていくよというプロデューサーということで、まあ、皆さんにとってもそういうプロデューサーの方がいいんじゃないですか。これってね、実際に例えば芸能界の取材というか、お話聞いたりとか、そういうことってしてるんですか。してません。そういうことで。でもじゃあ想像の中で。はい、想像の中で。聞いてくださればよかったのに。そうですね。聞かれよかったです。でも、ね、実際の、例えば、はい、存在するアイドルと、はい、なんでしょうね、こうイメージしてたりとか、そういうのってあるんですか。はい、実はですね、その、まあ、実際にそのイメージして大丈夫ですか。気をつけくださいよ。イメージしてるわけじゃないんですけども、まあ、大体ですね、実際のアイドルとやっぱ被ってくるものありますよね、うん、まあ、そのアミマミっていう、その上に、左上ですね、の双子のキャラとかもね、なんかどっかのグループの2人組に似てたりとかですね。ザ・ピーナッツとかですか。あ、そうですね、古いなこれ。古いな、マナカナとか。そうですね。まあ、でもみんな大体男の人が大体こういう子が好きっていう子をやっぱチョイスしてますね。例えばこのハルカっていうね、このキャラは
大体もう明るくていい子なんですよね。あーはーはー。で、まあ、こちらこれ実はあのみんな人気一緒なんですけど、まあ、千早っていうキャラなんですけど、あの結構やっぱり、まあ、あえて言うなら彼女が一番人気かなぐらいの。あ、そうなんですか。まあストイックで歌のためならあの何でもしますみたいなね、ストイックなキャラですね。と思ったらあの中段に、こっちの中段にいますね。ちょっとあのなんすかね、こうこれぐらいのショートとは言わんなっていうんですかね。まあ、はい、ぐらいだ。その女の子はもう気が弱くてね、あ、まあ、男の人が守りたくなるようなキャラ。今日朝来るときにこの彼女の T シャツを着てる方を見かけました、ね。あ、そうですか、ありがとうございますので。え、こういうのは坂上さんの好みなんですか。そうですね、まあ、僕の好みもありますけど、坂上さんはどこですか。好み、僕の好みはあのあそこの2人組のね、ちっちゃい子がいるんですけど、はい、お二人、あのね、二人がね、すごい面白いんですよ。もうずっとね、漫才みたいな感じで喋り続けるっていう。面白くしたのは坂上さんでしょ。まあまあ一応僕っていうことにしときます。まあスタッフのみんなが頑張ってね、作ってます、ね。ということは、はい、うんうん、一人一人ちゃんとこうキャラクター設定とかもされてるってことなんですね。そうですね、はい、結構細かくされてまして、でなおかつその表面上じゃないですね、まあさっき気が弱いって言ってるんですけど、まあそういうキャラクターのこうなんか背景にはなぜかこうちっちゃい UFO が浮いてたりするんですよ。まあ、意味わかんないと思うんですけど、UFO がちょっと浮いてて、はい、なぜか、まあ、気づく人は気づくんですけど、まあ、ずっと気づかれずにいたんですけど、まあ、なんかそういうちょっと不思議な能力を持った子なんだろうなとかね、そういうこうなんですかね、ストーリーとかキャラクターの中にもいろいろ深いこうなんですかね、こういうバックボーンとかがあったりするんですけど、それは一切明かされないんですけど、このゲームで。はい、なるほど。あの実際のまあ芸能界ですとね、やっぱりまあ厳しいこともさせますけれども、はい、やっぱりあの人間ですから、はい、こうやっぱこうあのご機嫌取ったりとかして、用意してあげたりとかして、はい、仕事にこう挑ましたりとかするわけじゃないですか、はいはい、そういうこともこっちはしなきゃいけなかったりするんですか。まあ、こっちの方ではそのいわゆるそのなんですかね、まあ、営業っていうところがあるんですけど、そこで思い出っていうものをですね、貯めていかないといけないんですね。はあはあ、で思い出を貯めるっていうのは何かというと、まあ、そういう営業とかで私もこれできませんみたいなことを言われると、ね、こう、まあ、その答えの3択が出てくるんですけど、それをうまく選ばないと、その女の子たちがですね、うん、まあ、拗ねてしまったりとかモチベーションを下げてしまったりする。なるほどね。でモチベーションを下げちゃうともうオーディション受かりにくいので、もう絶対にもうモチベーションを下げられない。本当に女の子に接するように優しく。あ、そうなんですよ。本当にね、もう優しく優しくやっていかないといけないという。まあ、芸能界の中でもね、あの、はい、わがままな子はいろいろいますからね。まあ、誰も言いませんけれども、すごいね、よくタレントの人にやってもらうと、はい、あのよく言われます。ああ、マネージャーって大変なんだな、大変ですよ、プロデューサーって大変なんだなっていうのが。いや、でもこのゲームやってたらマネージャーさんになりたいと思う人もいますよね、プロデューサーさんとか、まあ、はい、ぜひぜひ、ね、最近ね、マネージャー不足なんでね、皆さん。あのいいマネージャーを発掘できるようにまた、はい、そうですね、このゲームを使っていただきたいと思いますけども、はいはい、そうですね、はい、うん、まあでもなんか面白そうな感じで、ちょっとやりがいが出るような感じのゲームですね、はい、そうですね、ちょっと見てみたいですね。そうですね、うん、で今日はですね、まあじゃあ一つあの他でもあんまり見してないので、まあレッスンというモードをですね、ちょっとお見せしたいなと思います。でまあやっぱりプロデュースするときに女の子たちのですね、そのいわゆる先ほど言いました、はい、あのボーカル、ビジュアルとあとダンス、この3つをですね引き上げるためのレッスンで、今回はちょっと新しい一つゲームがありましたんで、それ見せたいと思います。なるほど。でですね、この中でもですね、はい、今あのいくつかあるんですけど、うん、今度は新たに演技力レッスン、演技力、プロデューサーが演技力をつけるためのレッスンをですね、はい、ちょっとしなきゃいけないなと、はい、いけないなということでやりますと。でこれね、ちょっと演技力をもうこれは本当はまあいろいろ選べるんですけど、まあこの中から演技力を選びます。はい、まあその演技力をやるっていうのは、じゃあどういうゲームになるんやろうっていうところはそうやるんですけども、そら演技力レッスン決定だ。はい、これがですね、演技力って言ってるんですけど、はい、まあ女の子たち出てくるんですけど、ちょっとね今あのローディングしてますね、準備中ですね、はい、プロデューサー自ら指導したりする。そうなんですよ、もう今日は一日中はもうレッスンがある。はい、でまあ女の子たちにね、レッスンやるよ、おさらいするよって言って方法教えよう、まあ上から落ちてくるしてボールをメガホンで打ち返して、これがレッスン、演技ですか、はい、あのメガホンは監督がカーッとかいうメガホンをイメージしてます。なるほど、
方でも判断していく、もうどん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 こう演技で指導するのを判断するというプロデューサー。あーなんかベストキッドっぽい感じですよね。そうですそうです。ワークス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 、何が繋がっていくんでしょうね、はい、なんかね、はい、じゃあそれで始めます。はい、じゃあちょっとこれね、これぶつけるっていうことですね、あの野球盤みたいなものだと想像してもらいます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、素直でいい子だね。はい、行きます、はい、レッスン開始です。やっぱりまだあ、なんかね、言ってる、今日はうまく教えてくださいと言ってますね。うん、教えちゃうよ、教えちゃう。で、これタイムでね、やりますので、45秒のうちにポン、こういう風にポンと、ポンと、あれ、ポンと、あれ、ポンと、あ、どうなればいいんですか。これはね、上のね、あの、ちょっと待ってくださいね、やりながら説明するのがね、すごい難しい。あ、さすがみさん、頑張ってください。ちょっと待ってください。はい、まあこういう形ですね。はい、上のやつをちゃんとバーをね、はい、やっていけばいいんですけど、これがね、こういう形で、あかん、頑張れ、あかん、球が速いんですよね。おいけ、でもこうやるとですね、まあ女の子バットとかノーマルが出てきますので、それをですね、はい、よし、はい、まあこういう形で、上げていくわけですね。で、まあ上の出てる文字は実は歌詞になってまして、まあその歌詞をですね、僕はもっと強く歌うんだぞとかっていうことを教えてるみたいな設定ですね。あ、新しいな。新しいですよ。新しいですよ。基本的にはタイムリミット制になってまして、その時間内の間何年もレッスンできる。あ、なるほど。はい、ね、まあこれで街で噂のアイドルになりました。なるほど、なるほど。でもまだ街希望なんですね。そうですね。まあ、こういうふうなレッスンをどんどんしながら、まあ大体1年間レッスンしてトップアイドルまで上り詰めさせるという。1年間も。はい。こちらの発売はいつになるんですか。こちらの発売はですね、1月の22日になります。来年の、はい、来年の1月22日なので、よろしくお願いします。はい、はい、はい、バンダイナムコゲームスアイドルマスター SP プロデューサーの坂上さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。続いては大人気テイルズオブシリーズの最新ゲームが登場します。この後は豪華声優陣が揃ったテイルズオブシリーズのステージを特別にお見せしちゃいます。誰かのスピリアを犠牲にして世界を守るのが大人なら俺は子供でいい。テイルズオブハーツ予約キャンペーン実施中。誰かのスピリアを犠牲にして世界を守るのが大人なら俺は子供でいい。君は私の知ってるシングじゃない。テイルズオブハーツ予約キャンペーン実施中。エステリア、君は手を汚す道を選ぶのか。選ぶんじゃねえ、もう選んだんだよ。 Xbox 360 テイルズオブベスペリア。ラタトストが目覚めれば世界は滅ぶ。二人のこともロードのことも信じたい。助けて。テイルズオブシンフォニア、ラタトストの騎士マルタ。今はちょっとだけ辛いけど、きっとまた出会えるから。プレイステーション3で描く命の物語、トラスティベル、ショパンの夢、ルプリース。力を合わせて、よし、リモコンだけじゃなく、マットで強烈プレイ。遊べるゲームは15種類。ファミリートレーナー。新シリーズ始動。時空は破壊され、その日世界は崩壊した。混乱を乗り越え、今新たな世界の創造が始まる。スーパーロボット対戦 Z。俺たちがガンダムだ。ファーストシーズンの物語を網羅した俺が見せるガンダムアクションだ。オリジナルエピソードや新作アニメも収録。機動戦士ガンダム00ガンダムマイスターズ、狙い撃つぜ。さて、もう一つ昨日行われたステージの様子をご覧いただきましょう。皆さんお待ちかねのテイルズオブシリーズです。はい、
このシリーズは13年間続いている人気作品で、シリーズの累計は1000万本以上売れているという歴史ある作品です。すごい。テイルズ、テイルズ、ちょっと見てこれ、150分待ちですよ。えらいことになってるな、これすごい。2時間、映画1本見れっかんね。2時間半ですよ。大人気です。本当に素晴らしいですね。あらららら、すげー人気だこれ。すげー人気ですね。すごいっすね。すごいっすよ。やべえぞこれ。すごいでしょー。待ち時間が2時間以上はザラという熱狂的なファンを持つテイルボブシリーズと、その時。僕らは知ってるんですか。ブービー返したんです。ああ、ありがとう。ほら、ブービー返す。ゲーマーにはめっぽう人気のさくらんぼブービー、思わず調子に乗りすぎ。かっこいい。そんな中行われたのがテイルズ・オブシリーズのスペシャルステージ、ビバ・テイルズ・オブ。ゼロス役のおなじみの小野坂松也さんがホストを務めた東京ゲームショーならではのステージにファンは大喜び。じゃ あのまずは自己紹介をしていくからお願いします。はい、皆さん楽しんでますか。テイルズ好きですか。さらにテイルズオブシリーズにゆかりの深い声優さんたちが作品の裏話を披露。中でもアニメと CG の2エディションで話題のテイルズオブハーツで琥珀ハーツ役の井上麻里奈さんが意外なエピソードを語ってくれました。まさか CG があるだなんて。そうね、あの映像見た時びっくりしてたもんね。そうなんですよ、収録の時は我々役者陣は CG パートがあるというのは全く聞かされていなかったんですよ。そうなの。いや言ってない。ものすごいリアルだもんね、顔がね。そうなんですよ、あの顔に声当てた覚えはないけどって思ったぐらいびっくりして、でも実際その映像で動いてる姿を見てすごいなと。あ、だって同じセリフ言ってんのにさ、全然伝わってくる感じ違うもんね。違いますね、アニメとね。詳しい話はこの後ステージで大公開。イベント終了後もお客さんにもお話を聞いてみました。ありがとうございます。今日のこの格好は誰の格好。テイルズ・オブ・ジアビスってバンダイナムコゲームズから出てるゲームのキャラクターの、主人公のルークとヒロインのティアです。最高だね。かっこいいじゃないですか。今日どうでした。今日もすっごい朝早く起きて始発でここ来てよかったなと。どっかの今日私箱根の方から。箱根、私は箱根の方から。このまま。いや違う。そこに5室が。あ、5室。今日どうでした。映像がすごい素晴らしかったです。あ、買ってみようかななんて。あ、そうですね。ちょっと失業しちゃったからですが、失業保険で買います。バンダイナムコゲームステイルズオブシリーズの最新作テイルズオブハーツのプロデューサーババンヒデオさんにお願いします。どうぞ。ババさん、ババさん、ようこそ。よろしくお願いします。ババさん、来た来た。ババさん、よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。じゃあ、はい、撮りましょうか。ババさん、早速ですが、はい、テイルズオブのシリーズがなんでこんなに人気なのか教えてください。そうですね、まずやっぱり特徴ある世界観、そしてキャラクターたちで、さらにはそのキャラクターに命を吹き込む声優さんの方々といったところが、テイルズ・オブ・シリーズの、大きな特徴ですね。あとさらには、戦闘システム、こちらがですね、やっぱりユーザーさんにかなり支持をいただいている、ゲームのシステムとして、ものすごく、楽しい、戦闘システムになっているということで、今回も力を入れて作りました。はい、
じゃあ早速映像の方からあそうですねすあの映像ご用意しましたのでじゃあそちらを見ていただきましょうか、はい、今皇帝が弱い姿を見せるわけにはいきません。どうか倒れないようそばで支えていただけませんか。パライバ様、お手を。あなたが世界を背負うなら僕は世界ごとあなたを支えます。ありがとう、私の騎士。スピディアはこの世界で一番強く、そして一番脆いものだ。私たちは命ある限りこの罪を償わなければなりません。シング、お願い、話を聞いて。もう放っておいてくれよ。俺なんてどうなってもいいんだよ。激しい感情、怒りや憎しみ、恐怖、また時には愛や夢ゆえに乱れ壊れてしまう。あ、違う、違うの、お願いです、話を聞いてください。僕はあなたのためずっと必死に、なのになぜこの思いを分かってくれない。お願い、私を止めて。殺してやれ。お前のスピリアも体もこの世界から跡形もなく消し去ってやる。俺は生きててよかったのかな。今回はどういう内容になってるんですか。はい、そうですね、今回はテールズ・オブ・ハーツということで、心をテーマに描いております。で、心というテーマはものすごくデリケートで扱うのが非常に難しいんですけども、やっぱりテールズ・オブ・シリーズは今までテーマを持ってお客様にどういったメッセージを伝えるのかといったところを行ってきてますので、まあ、今回もそのテーマをぜひ皆さんにですね伝えていきたいなと思ってます。やっぱりね、はい、各作品それぞれ世界観とかテーマ違いますよね。そうですね、今回は特にどういったところに、まあ、重点というか。そうですね、やっぱりなんだろう、ハーツ、心ということで、まずコミュニケーションから始まり、やっぱり自分は一人じゃないんだ、人とのつながりがあってこそ自分があるんだ、こういったところをですね、ファンタジーの世界に落とし込んで皆さんに伝えたいなと思って、今回の物語はより重厚に作りました。なるほど、はい、今回はまあこれだけじゃないんですよね。そうですね、実はですね、テールズ・オブ・シリーズ13年間やってきてますが、新しいチャレンジということで革新的なことをやっております。で、その一つがですね、CG ムービーエディションということで、まあ、今までテールズ・オブはアニメ、まあ、テールズ・オブイコールアニメという、まあ、ファンタジックアニメで表現してきましたけども、まあ、今回はですね、新しくCG でリアルスティックに表現してますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。はい、じゃあ一つだけ約束しろ。絶対に生きて帰ってこい。仲間のために涙を流すのは一度でたくさんだからな。あ、約束だ。スピディアはこの世界で一番強く、そして一番脆いものだ。私たちは命ある限りこの罪を償わなければなりません。共に行こう、新世界を生み出す黒き月。まっすぐなだけが正しいと思ってる子供が、何も犠牲にしないで生きられると思ってる子供が、私に説教など何様のつもりだ。よく死ぬなど自分がどれほど思われているかも理解できないクソガキの考えだ。あなたの思いが本物なら生き抜いて約束を果たすのが本当の責任でしょう。私はあなたを茨の森に入れるわけにはいかないのです。たとえ何人の仲間が殺されようと。許して、もう許して。人間のスピリアの味なんて知りたくない。殺して、やれ。お前のスピリアも体もこの世界から跡形もなく消し去ってやる。俺は
生きててよかったのかな。すごいドラマチックですね、はい、そうですね、やっぱりあの映像を2つ用意してますんで、はい、あの伝える表現は一緒なんですが、ね、まあ、演出であるとかそういうところは全く違いますので、うん、あの新しい試みではチャレンジではあるんですけども、ね、ぜひですね、あのどちらか興味のある方を、うん、あのチョイスしていただいて、あの遊んでいただければなと思います。なんか CG のキャラに馬場さん似てないですか。いや、いないですよ。あの昨日ステージで見てたんですけども、はいはいはい、CG 化の話って最初からなかったんですか。いや、あれね、実は、はい、あのちゃんとあったんです。台本の中にもあったんですけど、あのアニメっていうのは普通映像が出来上がってからその映像に合わせて声をあの声優さんに乗っけていただくんですね。で、CG の場合は、ボイスを先に取ってそのボイスに合わせて口パクを作っていくんですよ。ですので、先に台本であの本編を撮りながら、ムービー部分、ここムービー部分ですよって言って撮っていったんですけども、まあ、そこはあの CG 部分ですねとは特に言ってなかったので、多分あの CG があったことは知らなかったってことだと思うんですけど、井上さんね、分かんなかったなんてことがあるんだろうかってね思いましたけど、まあ、そこなんですよね。アニメやっぱり一番最後に撮りますんで、映像上がってからで、CG の分が若干、上がるのが遅かったので、ということなんです。じゃあ声優さん楽ですね、その方が。まあ、お仕事的な楽かもしれないですけどね。はい、あと、人とつながりがやっぱ大事じゃないですか。今日ちょっと、仕事を一緒にさせてもらって、ちょっと僕らを声優として使っていただけ。じゃあもうそれ、一度、はい、お会いさせていただいて、はい。はい、どんな演技をしていただけるのか、ほうほう、はい、実際にね、声だけじゃダメなんですね。そうですね、演技力、いやいやいや、全然いけますよ。いや、内面に何を持ってるかっていうのが重要になってきますんで。なるほど、じゃあ今度はお笑いマスターっていうのを作らなきゃいけないみたいな。意外に僕は、ね、心に闇持ってるんですよ。悪役部分はね、元の人ですけどもね。いや、そしてこの作品のためにちょっと、まあ、変わったものがこれから出るんですね。そうですね、実はですね、はい、テイズオブシリーズに、麻婆カレーという、まあ、食品があるんですけども、ゲーム中の中ですね、うん、まあ、その、食品をですね、今回現実のものとして売れないかということで、もう商品としてできないかということで、どういうところで売るんですか。まあ、某コンビニエンスストアでですね、まだ言えない、まだ言えないんですけども、全国展開しているコンビニエンスストアなんですが、まあ、そこで発売日の、前後に合わせて、麻婆カレーを現実のものにしようかなと思っております。どんな味なんでしょうね。麻婆カレーすげえな。どんな味なんですか。いや、とても美味しいですよ。僕もね、2回3回試食してるんですけども、カレーもいろんな種類じゃないですか、はいはい、で麻婆豆腐もいろいろありますよね、でそれをやっぱりいろいろチョイスしながら食べて、一番いろんなお客様に美味しくいただけるような、まあ、味のチョイスを選びましたんで、ぜひですね、発売を楽しみにいただきたいですね。いつ発売ですか。それが発売日の前後、まだ調整中なんですけども。わかりました、そちらも期待して待ちましょう。これも、はい、テイルズオブハーツプロデューサーの馬場さんでした、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。せいさん、テイルズオブはこのテイルズオブハーツだけではないんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。それではご紹介いたしましょう。あ、はい、まだ来れない。出ない。うん。何が？大丈夫ですか？オッケー。はい、じゃあ行きましょう。ご紹介いたします。バンダイナムコゲームズ、テイルズオブザワールド、レディー&マイソロジー2、プロデューサーの大館隆二さんです。どうぞ。皆さん、大きな拍手をお送りください。こんにちは。大館さん。お忙しいところありがとうございます。どうぞ。お願いします。はい、どうも、よろしくお願いします。どうぞ、お座りください。大館さん、このテイルズ・オブ・ザ・ワールド、レディアント・アントロジー2の面白さを詳しくお願いします。はい、レディアント・マイソロジー2なんですけれども、ですね、じゃあ、まずプロモーションビデオの方から、見ていただきましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。これディセンダーの絵本だよ。どんなお話か知りたい？じゃあ読んであげるね。私たちの世界グラニデの昔々のお話です。
すごいですね、これ登場人物が豪華ですね、はい、こうなってくると、結構 DS と PSP 両方を持ち歩かなきゃいけなくなってきますよね。そうですね、テイルズ・オブ・シリーズっていうのは先ほど紹介ありましたように、13年間、重ねてきたシリーズなんですけれども、その中で、テイルズのキャラクターたちっていうのはもう80人以上いまして、もうみんな個性的なんですよ。で、レディアント・マイソロジーっていうのはその既に登場したキャラクターたちをですね、もう一度こうアレンジし直して、彼らを呼んでですね、オールスターっていう感じで、遊べると。でその中に、自分がそのキャラクターカスタマイズ、自分でキャラクター作って、でいろんな職業があるんですよ。忍者とか、剣士とかあるんですけれども、そういう職業を選んで一緒に冒険ができるというものがレディアントマイソロジーです。あー、いいとこ取りみたいな感じですよね。すごい。そうですね、はい、出演するキャラクターはどうやって決めたんですか？そうですね、基本的にはなんだろう、ゲームバランスっていうんですかね、パーティーの編成とかでこういろんな職業があるんで、そのバランスを選ぶのと、割と主観的な好みとかそういうところもあります。はい、じゃあ変な話、佃煮おろし問屋とかっていうのはいないみたいな。うん、そうですね、はい、ね、割と公平には選ぶようにはしてます。あ、なるほど、はい、そして、あ、でもあれですよね、じゃあお客さんというか、こうゲームファンからの、投票じゃないですけど、ちょっとしたこう依頼みたいなのもあるんですか？はい、こうしたい。そうですね、毎年ファン投票みたいなのをやってまして、一応そういう数字も参考にしつつやってるんですが、ただちょっと奇をてらって個性的なキャラクターを呼ぶような感じのこともやってます。はい、それはやっぱり一般応募のアンケートかなんかに基づいて作ったりするわけですか？そうですね、雑誌とかそういうところを使って、あとウェブページとかでも募ったりとしながら、やってます。なるほど、はい、声優さんもドキだ。声優さん関係ないところでいいですか？そうですね、割とキャラクターと声優さんってこう一緒になってたりするんで、割とこの声優さんが好きだからこのキャラクターが好きっていうのもあったりもするんですけど、はい、こちらの発売はいつになるんですか？そうですね、ちょっと発売日言いたいんですけれども、まだ言えないんですよ。で、とりあえず、今冬発売と、この冬発売という形でご紹介させていただいてます。はい、はい、そして、はい、テイルズ・オブの世界はゲームだけにとどまりません。そうなんです、ただいま皆さんにご覧いただいている MXTV で毎週金曜日の夜9時から絶賛放映中のアニメテイルズ・オブ・ジ・アビスも見逃せません。はい、ND2000 ローレライの力を継ぐ者キムラスカに誕生す。祖は王族に連なる赤い髪の男児なり、名を聖なる炎の光と称す。一つ落とされた、追いかけてもう一つ落っこちた、一つ分の日だまりに一つだけ残ってる。心臓が始まった時、嫌でも人は場所を取る、奪われないように守り続けてる。汚さずに保ってきた目でも汚れて見えた、僕を疑う前に地獄に疑われて、僕らは出会うだろう、同じ鼓動の音を目印にしてここにいるよ。いつだって飛んでるから、くたびれた理由が重なって揺れる時、生まれた意味を知る鏡なんだ。あー、これも面白そうですね。ぜひですね、アニメにゲームに、はあはあ、はい、なるほど。さっきのルーク出てましたね。あ、そうですか。ね、コスプレしてたルーク役がこの子だったってことですね。わ、かりました、わかりました、つながった、OK、はい、さあ、そしてお待たせいたしました。ここでスペシャルゲストをご紹介いたしましょう、うんうん、アニメ「テイルズ・オブ・ジ・アビス」のエンディングテーマを歌ってらっしゃいます榎本くるみさんです。おお、大きな拍手をお迎えください。グルちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞよかったら近づいてください。
噛みませんから。これしてなくて大丈夫ですか？落ちちゃった。ははあ、でも声聞こえないかもしれない、はい、これ聞けないと大丈夫。大丈夫です。大丈夫です。はい。Okay、はい。はい。じゃあなんかいろいろちょっと聞いてみたいと思いますけれども、うん、はい、まず、エンディングテーマっていうのはどんな曲だったんです？とても伝えきれないんですけど、はい、伝えられないですし、はい、本当私の中でもその答えをまだ今も見つけている途中なので、ぜひこの冒険彗星という曲を聴いていただきたいなと思います。歌詞もすごく深いんですもんね、はい、あ、そうなんですか。歌詞はまた自分で書かれたんですか？今回、バンプオブチキンの藤原さんと、うんうん、あと、MOR が書いています。あ、はい、なるほど。このゲームもうなさったんですか？はい、あ、やってますか？もうやったんですか？おー、はい、どうですか？ゲームの方は、うん、すごいもう最高のゲームで今すごいハマってるんですけど、うん、ま、ルークたちやティアと5人で敵を倒していくシーンとかでやっぱり自分の生活とこうリンクしていくんで、すごいそこも楽しいところでもあったり勉強になったりします。はい、生活とリンクするんですか？はい、なんかこうチームワークがちゃんとしてないと勝てないんで、はい、そういうところでは自分の生活とこうリンクするところあるんで、うん、はい、じゃあただゲームっていうちょっとこう感動したりポロッとしたりするところもあるってことですね。そうですね、はい、分かりました。じゃあそろそろお歌の準備にお願いいたします。はい、おー、なんか楽しみですね、はい、そして榎本さんが歌われているこの冒険彗星、はい、実は10月の10日より着歌がレコチョク独占先行配信されているということで今アニメソングの2位ということで絶好調なんです。すごい、はい、すごい、やったね。はい、では参りましょう、はい、榎本くるみさんで冒険彗星です。また二人で見つけよう。誤解の靴を履いてそう曲線上笑って手を振った始まりの日、それぞれの星と闇をめぐったら銀河で待ち合わせましょう。離れたくないと願いながら離れゆく二つの引力の蛇の道ってこれか。俺たちが守るんだよ。
Z シリーズ名ストーリーここに再現ドラゴンボール Z インフィニットワールド武器と職人は2人で1つタッチで決めろ共鳴アクションキャラクターをチェンジして強敵に挑め奇跡を描いてコンボを決めろ激アスソウルあソウルイーターメデューサの陰謀もらえるぜさあ東京ゲームショーバンダイナムコブースのブースからお届けしていますサイド BNTV なんとこれがワンセグで見れちゃうんですはい今この会場にいる皆さんもワンセグ受信機能がついた携帯電話やゲーム機などでこの番組をご覧になれるんですはいそうですそして番組オリジナル神々をプレゼントしちゃいますので皆さんぜひぜひ見てくださいはい、はいワンセグで番組を見ると素敵なプレゼントがもらえますサイド BNTV をワンセグでご覧の皆さんに素敵なプレゼントです東京 MX ワンセグデータのメニューボタンから番組アンケートを押してサイド BNTV 番組携帯サイトに入ってくださいそこでアンケートにお答えいただくともれなく太鼓の達人 Wii の壁紙をプレゼントいたしますまた東京ゲームショウの会場内でアクセスされる方は地域設定もしくはチャンネル設定を東京03にしてから Q チャンネルの東京 MX に合わせてアンケート画面に進んでください皆さんのご応募お待ちしていますさあ昨日もお伝えしましたが私バンダイナムコゲームズの本社のゲームの開発現場に潜入取材してきましたのでそちらをお伝えしたいと思いますはいじゃあ昨日の続きということですねそうですはあじゃあ今日こそまあいよいよ僕のこう主人公のゲームができるということですねえ聞いてませんそういう約束じゃないどうでしょうかねはいとにかく開発現場の最前線に潜り込みましたからこれを見ればゲームの裏側が手に取るようにはいちょっとドキドキしますねはい、はい、ではそれではバンダイナムコゲームズ本社未来研究所潜入リポートをどうぞご覧くださいバンダイナムコゲームズの本社未来研究所のさまざまな場所を見せてもらったバニラさんところが案内役の宮川さんとはぐれ迷子になってしまったのですなんか声が聞こえるなそしてたどり着いたのは話し声が漏れ聞こえる会議室とその時あ何してんですかいや今ゲームの企画会議中なんですけど企画会議、はい、見たいいいですかいいじゃないですかいや何隠してんですかあ女の子のゲームですねおこれ可愛いじゃないですかわー何これかわいいじゃあこのモードでいきたいと思いますいやもうこれ以上映さないでほしいそうですお願いしますはいあじゃあ多分モザイクがかかったと思うんで、はい、よかったですこの会議っていうのはどのぐらいやってるんですか、はい、そうですねもうゲーム作ってる最中はもう日々いいものにしたいんでねもう毎日もう毎日のように1本のゲームが出来上がるまでにどのぐらいの企画がボツになっちゃうんですかまあ物にもよりますけど、うんまあ、日々企画者っていうまあ 人たちがまあいっぱい考えてですねその中から一つ二つ通るっていうような世界なのでまあ2、300個ぐらいでしょうね1/2まあそうですねいやめでたく企画が通ったとして、はい、ゲームはどうやってできていくんですかああじゃあまあせっかく来られてるんでゲームができるまで一緒にご案内いたしましょうかえ本当に、はい、この企画会議室に入るだけでもこんなに嫌がっちゃうのにすごい気前がいいじゃないですかいやもうここまで来られたからここまで来ちゃったらねよろしくお願いします、はい、このゲームが
小林プロデューサーの手掛けた作品ハッピーダンスコレクション Wii のコントローラーを画面の指示通りに振ることでキャラクターがダンスするリズムアクションゲームです。人気の音楽に合わせてコントローラーを振ったり回したりタイミングがぴったり合えば得点がアップ。トップアイドル目指してダンス対決も楽しめます。今回はこのゲームができるまでを見ていきましょう。企画が採用されるとまずゲームの設計図仕様書が作られます。そしてさまざまな作業がこの仕様書に沿って進められます。キャラクターなどのデザインユーザーのターゲットやゲーム性に合わせてさまざまなタイプが議論され検討されます。発売までには何度も変更されることだってあるんです。広い。何ですかここは。広いですね。こちらはですね、はい、モーションキャプチャースタジオ。モーションキャプチャースタジオ、はい、私は自慢のモーションキャプチャースタジオです、はい、あれバニラさん、バニラさん、ミヤホさん、なんこんなとこにいたのか。何ですかその怪しげな格好は。見てください、バニラさん、はい、じゃーん、全身タイツださすが看板娘でスタイル抜群じゃないですか。全身タイツのようなスーツのあちこちにはセンサーと呼ばれる小さなボールがついています。このセンサーが特殊なカメラから出る赤外線を反射しその動きを感知するという仕組みがこのスタジオです。これから何をするんですか。カメラの方に、はい、宮川さんの、センサーついているんですけれども、はい、そちらの方をカメラに取り込んでこのコンピューターの方に取り込むという作業をこちらでします。あ、リアルタイムでこんな風に動くんですね。はい、そうです。じゃあちょっとなんか言ってみよう。宮川さん、上がった。じゃあ左手も頭の上に上げてみてください。じゃあ今度は右足を頭の上に上げてみてください。あ、やっぱ無理か。もちろん実際のゲームでは本物のダンサーにダンスしてもらいその動きを収録します。体の各所に取り付けられたセンサーの動きを360度の全方向から検知します。そして画面右上のようなダンスが左下のワイヤフレームと呼ばれる立体のデータに整理されコンピュータに取り込まれるのです。ここからはまた絵にするっていうのは大変な作業ですね。そうですね、こちらの方に今あのキャラクターが同時に動いてますけれども、あ、もうこんなに滑らかに動けちゃうんですね、はい、そうですね、こちらのちょうどこの糸人間というか、はい、このデータをこちらのキャラクターの方にあの直接流し込むという作業も同時に行ってます、リアルタイムで、はい、宮川さんの動く通りに本当だ。もうなんか1秒の遅れもないんですね。そうですね、ほぼもうリアルタイムで。すごい。おお、今度は背景もちゃんとついてるんですね。はい、じゃああの踊っていただいたデータを、はい、同じようにキャラクターに流し込んで、それから背景をデザイナーさんに作ってもらった背景を取り込んだ状態です。人が一枚一枚紙みたいになってるのはこれは直っていくんですか、また。あ、これはあのゲーム上ではきちんと変わっています。お、ですね、かなり。あ、いろんな角度からカメラが撮ってるんですね、これは。これはカメラもアニメーションをつけまして、で製品版とほぼ同じ状態で撮ってあります。つまりゲームのキャラクターのダンスはプロのダンサーの動きそのもの。こうやってゲームのリアルなダンスシーンが生まれるわけなんですね。どうですか、
モーションキャプチャースタジオよく分かりましたか？分かりました。最先端の技術がすっごいですね。ここで音をつけるんです。はい、じゃあ入ってみましょうか。入ってみましょう。お邪魔します。お、随分こじんまりしたお部屋なんですね。はじめまして、山崎マニアです。よろしくお願いします。中鶴です。よろしくお願いします。中鶴さんはここで音をつけるってるんですよね？そうですね、ゲームの中に出てくる全ての音をここで作ってます、はい、ということは音楽も効果音も？そうですね、あと、音声も声、セリフとかですね。え、こういうのも中鶴さんが全部？僕はセリフは喋らないですけども、セリフは声優さんに来てもらって、はい、その喋ってもらったセリフを。音楽関係は全部？そうですね。狭い部屋かもしれませんが、パソコン1台で様々な音を作り出すこともできるのです。ちょっとここで、はい、面白い遊びをしてみたいんですけども、はい、ちょっと今から聞いていただく音、実はですね、ランドセルとランドセルの中に教科書と、はい、雑誌を入れてるんですけども、はい、これ何の音に聞こえるかっていうのをちょっと当ててみていただきたいんですね、はい、ちょっと聞いてみていただけますか？はい、なんか登山してる音に聞こえますね。なるほど、聞きましたか。実はですね、これ鎧の音。あー、今からこれ見ていたらこのトカゲ男がいるんですけど、はい、このトカゲの鎧、トカゲ男の鎧の音にですね、今の音をちょっと当てはめてみますね。はい、ランドセルの音。そうです。これってすごく地道な作業じゃないですか？すごく地味なんですけども、止まるたびに1回止めてまた走り出したら、そうです、このキャラクターの動きに合わせて動いて止まって動いて。すごいんですけど、言わせてもらうと、はい、なんでランドセルの中に教科書入れてなきゃいけないんですか？そのガサガサいう感じの音とかが実は教科書が一番ぴったりだったんです。はー、じゃあ意味があるんですね。意味があるんです。せっかくですから声優にもチャレンジ。挑戦するのはこのキャラクター、ソウルキャリバー4のトカゲ男。一体どんな声を？やってみます、はい、お願いします。ヒヒー、あ、コンタクト落とした。あ、俺今日メガネだ。今もらった声をトカゲ男。このバニラさんの声をトカゲ男のイメージに合わせて中鶴さんが調整。果たしてどんな声になるのでしょう？あ、コンタクト落とした。あ、俺今日見てみた。もうオリジナルとは全然違う。でもちょっとトカゲ男っぽいね。いい感じ。あんまり悪者には見えないけど。ちょっと間抜けな感じなんですけど、でもちょっと可愛らしい。ここは何ですか？はい、こちらは企画開発室です。なんか変な人がいるんですけど。変じゃないですよ。すいません、聞こえますか？はい、今何をしているところなんですか？これは今度出る、紙スキーワールドスキー&スノーボードっていうゲームの最終チェックしてます。スノボをしてる、可愛い。いやー、それ、あ、もうこれは終盤の方ですか？そうですね、今最後の最終調整でいろいろ問題ないかチェックしたりしてるところです。そうですよね、もうゲームは出ちゃうともうチェックできないですもんね。今もう最終チェックされてる。もう世の中に出ちゃうとですね、もう何も変えられないので、うん、もう今本当最後、単に遊んでるわけじゃないんですよ。なんか遊んでるようにしか見えないですけど。すごい、にチェックしてるんですね。はい、じゃ責任重大じゃないですか。そうですね、はい、あ、女性の方もいらっしゃるんですね。お仕事中すみません、今何をやってるんですか？キャラクターに動きをつける作業をやっています。あ、女の子が服
服を着ていないまだ。それをこうゲームで使えるように可愛く加工してる感じ。じゃあこの時は男性の気持ちになって、そうですね、萌えを追求してるってことですね。そうですね、膝をこう可愛く内股っぽ内股にしたり。あこの場所こそゲーム開発の中枢。プログラムから発売前のチェックまで数多くの大切な作業が行われる場所なのです。面白かったですか？はい、面白かったです。ですか？でも作ってる方は大変ですよね。大変ですよ。どんなところに苦労しましたか？今回ですか？はい、今回そうですね、やっぱり僕自身も女の子のゲームっていうのが初めてなんですね。あ、そうだったんですか。はい、でやっぱ普段会社に女の子いないじゃないですか。女の子って3、4年生ギャル系はいないですよね。ギャル系というよりちっちゃい小学生の3、4年生、5年生ぐらいの女の子なんですけど、まあやっぱその子たちが普段どんなことを興味持ってて、まあどんなことに楽しんでるのかっていうのをですね、まあ知らないので、まあいろんな雑誌見たり、あ、ギャル雑誌とかですよね。そうですね、ギャル雑誌とか、まあ、またまたそうですね、そこらで遊んでる女の子をちょっとじっと見てみたりとかですね。いやいや、いや変な意味じゃなくて。怪しくないですか？いや、怪しくないですよ。実は今回紹介できたのはゲーム開発のほんの一部分にすぎません。一つのゲームが完成するまでにはさまざまな開発者が関わり、そしてたくさんの時間も必要です。このゲームの場合、開発期間は1年以上。スタッフの皆さんのさまざまな努力と苦労が作品には詰まっているわけです。未来の全ての人々に新しい遊びを提供していくため、今日もここ未来研究所では新しいゲームの開発が進んでいるはずです。いや、素晴らしいですね。私このハッピーダンスコレクションをやった日に、お家に帰ったら着物の後ろの長襦袢が破けてたんですよ。本当に踊りすぎだから。激しく激しく乗ってましたよね。すごいな。あ、でも場所はちょっと怪しかったかも、やっぱり。確かにね。まあでもあそこの中だから大丈夫だったんじゃないでしょうかね。でもゲームってすごいですね。いろんな作業があって出来上がるっていうのと、初めて知ったのと、あとなんだっけ、設計図があるのって、これ知らなかったですね。私も知らなかったですね。すごい。あと本当に多くの人が関わっていて、あの効果音一つにしてもとっても大変なんですよね。はい、それから200ぐらいアイデアが出て、その中から一つぐらいしか通らないこともあるという。じゃあもう本当に出てるのは選び抜かれた、もう皆さんがやってるゲームは選び抜かれたゲームなんですよね。なるほどね。ベストオブザベストって感じですね。はは。じゃあ、はい、私はもうバンダイナムコさんにも見ちゃいけないところまで入れていただいて、もうこれは末代までの秘密ということで本当にお世話になりました。あと、はい、会場に来ているちっちゃいお子さんとかもバンダイナムコゲームズに勤めたいと思う人いっぱいいると思うんですよね。あの食堂に美味しいカレーもあって、でもゲームが好きな人がね、宮川さんもそうでしたもんね。はい、入ったって言ってましたね。そうなんですよ。いはい、ごめんなさい、ここ飾っときます。はい、はい、熱が入って喋るのに。はい、あ、でもね、その社員の方々も本当にユニークな方ばかりでね。そうなんです。でもそういった人だからこそ、まあ、こういったゲームができるっていうのも、ね、感じましたしね。あのバンダイナムコゲームさんってぜひ、僕が主人公のゲームをこう作っていただきたいなと、ゆくゆくは思ってるんですけどね。まだ言ってますか。それを言うなら先に私を声優として使ってほしいです。じゃあ僕のボディで、あなたの声でっていう。それこそユニークです。加工すればいいから。もうそこまで。ではここでゲストをご紹介しましょう。はい、先ほど VTR の中で制作の過程を紹介してくれました、バンダイナムコゲームズ、ハッピーダンスコレクションのプロデューサー小林剛さんです。どうぞ。イエーイ。どうぞ、こんにちは。お座りお座りください。その節はお世話になりました。いやいや、ありがとうございます。あ、もう驚きままですか？あ、ちょっとお声でお話を伺います。はい、早速ハッピーダンスコレクションの魅力を教えてください。はい、今回ですね、まあ簡単に言いますと、みんなが知っている人気曲でですね、楽しく踊っちゃおうっていうような
まあ、簡単に言うとそんな感じです。ものすごく簡単に、はいはい、それでもう今回のゲームはやってもらってる様を見ていただくと一発で上がる内容になってますんで、なるほど、まさにもうバリッと見ていただきたいなと思います。おお、踊ってくれるんですか。このお二方は選び抜かれたダンサーですか。はい、なるほど、選び抜かれたダンサーです。よっしゃあの社員さんですよね、はい、社員です。ダンダイナムコゲームズのじゃあ何の曲にしましょうか。25曲ぐらい有名な曲入ってるんですけど、はい、今回、彼女たちのリクエストによりキューティーハニーでいこうかなと。なるほど、いいですね。まさしくキューティーのハニーたちですもんね。私聞いたんですけど、洋服のセンスでも点数が変わるんですって。はい、そうですね。あの、はい、やっぱあのステージに合わせた服を着ていくとですね、はい、あの観客がわーっと喜んでくれるっていうような仕様が入ってます。露出が多ければ多いほど喜ばれるみたいなね。あ、そうなんですか。例えばそんなことはない。ないで、あ、でも露出が多いステージもあるかな。はい、あ、始まりました。おさあ、おあ、映ってんの。あ、矢印の通りに。はい、こんな感じですね。あの画面の女の子と同じ動きをするとこうどんどん点が入っていく。あの手だけじゃなくてですね、あの体全体でやってもらう方がついやっちゃうんですよね。ノリノリになります。いやー、ノリノリですね、みんな。これは普通モードですか。そうですね、これがノーマルモードです。他にも、簡単なモードも一つ用意しておりますし、難しいモードも用意しておりますし、矢印が出ないなんていうモードも用意しておりますので、もう覚えなきゃダメ。わお、ハニーフラッシュフラッシュフラッシュ。つい歌っちゃう。小林さんも笑って。ついね、動いちゃうんですよね、これ開発の方。見てる方もやっぱついつい釣られちゃう部分がありますね。そう、ほんでこうやってみんなでやっていくんですよ、なんか雰囲気的に。なるほど、会社の中で、はい、伝染していきますね、これね。伝染していくんですよ、まさに。いいですね。なるほどね。手だけじゃないんですね。ダメダメ、体全体使わなきゃ、これは。多分、手動かせだけだけど。ウォー、上出来です。ありがとうございました。これはね、やっぱ手だけじゃないんですよ、うん、腰の動きが命ですね、これね。でも、点数的にはここだけの方でなんですよね。やっぱこっちを重点的にやっちゃったけど。なんだよ、なんだ、なんだ、なにさ、踊らせろよ。俺らもやらせてよ。そうだよ、そうだよ。昨日ネタをやってて大失敗だったんで、今日はもう素直にどうぞ。一緒にやりましょう。僕らはもうこのね、ダンスするためにやってるんですから、この番組。ダンスのりだよ、ダンスのり。てか散々ゲームやってるじゃん、もう今まで。いやいやいや、踊らせなさいよ、まだやんの。やりましょう、やりましょうよ。じゃあもうやらせてあげましょう。じゃあね、はい、まあやりましょうか。じゃあ小林さん、はい、2人で対戦というか、そういうこともできますか。はい、そうですね、2人で、対戦もできます、協力モードもできますし、もう様々な遊び方ができるようにしてあります。対戦しましょう。じゃあ行きますか。じゃあ点数意識してくださいね。はい、わかりました、大丈夫です。曲の方は、じゃあ気分上々、ご存知ですか。知ってます、絶対。じゃあ、せっかくなんで、バニラさんと、じゃあ、木村さんと私、はい、やりましょうか。そうです、バニラさんと、じゃあ木村さんで、お願いします。やっちゃいましょう、この2人で。はい。ってことは、俺とカジってことまた。そうですよ。やだ、もう。昨日俺勝ちましたからね。負けらんないよ、今日勝ちますよ。俺負けないよ、今日。さすがにね、着物着た。挑戦には負けられないですよ。あれ、ここ見ればいいんだよね。小林さん、ちょっとご説明の方お願いします。はい、はい、バニラさん一回踊ったことある気分上々ですから。はい、もうバッチリです。じゃあ A と B 両方押してもらっていいですか。あ、そうです。あ、もう始まるの。始まるよ、来ちゃう。うん、乗って乗って。あ、来た来た、始まりました。頑張れ。Woo! Light, 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 light,
似してください、真似してください、向こうのさん。そう、待ってもらって。すごい、バニラさん、軽やかですね。素敵、バニラさん。いいね、バニラちゃん。小林さん、上手に踊るコツとかってあります？もうね、女の子になりきることを。なりきることやん。なりきること。木村さん、女の子になりきってください。なってます、なってます。かわいく、かわいく、もっとかわいく、そう、大事です、かわいく。キュートに、キュートに。すごいリズム感、バニラさん飛んでますね。わ、バニラさん、すごい。難しいな。見物舐めちゃいけないよ。すごいですね。家族みんなで踊れますね、これ。いいですね、これね。わ、これむずい。バイク行けるぞ、バイク。ここ、ここ、バイク。本当にね、楽しみながらやってれる。木村さんが疲れてきてるみたいですけど。イエーイ、よかった。お疲れ様です。いいね。じゃあ、ポイントが15アイドル。これはバニラさんの勝ちってことですよね。50もちろん注目アイドルになれましたよ。素晴らしい、素晴らしい。注目アイドル、バニラさん。いや、でも木村さんもかなり健闘されましたね。いやいや、頑張りましたよ。え、っていうか、この点数的にはどうなんですか？なんか接戦ですね。ほんと接戦ですね。あのね、もっともっと上手くなれると思います。余裕はね、センスはあると思います。なるほど。じゃあ続いていきましょう。いやいや、ケインさんとさくらんぼムービー、カジさんの挑戦です。昨日は僕ちょっと負け気味だったんでね。曲はどうしましょうか。そうですね、関係ないですよ、これ。あ、もう決まってますね。決まってますか。これ関係ない。これつけないとちょっとゲームできないんで。いやいやいや、羞恥心ご存知ですかね。羞恥心もちろん知ってますよね。僕です、僕です、大丈夫です。昨日の太鼓の達人も羞恥心でしたから大丈夫です。昨日の太鼓もね、羞恥心でしたから、今日ぜひね、セインさんリベンジしないと。いやいやいや、見てください、僕のこの華麗なステップ。おお、怪しい。どうですか。おお、マジか。フラフラじゃないですか。もう行っちゃいますよ、今日は。それじゃあ、お、はい、ロケージ行っちゃって。よし、 OK、 カモン、センキュー、エブリワン、羞恥心ですよ。カモン、ヘイヘイ、カモン。おっ、 OK、 OK、 さあ、そう、こう、こう見てるよ。始まりました、スタートです。真似して、真似して。Everybody!
やすげえ。はい、終了です。結果はどうでしょう。カジさんノリノリなんですけど、なんかこう、おい、ほんと、すごい、4点です。全然違うと思いましたけどね。なんで2人が同点なの。全然なんでですか。完璧な踊りだったでしょ。完璧に操っていいんだみたいな。気持ちですよ。気持ちが乗ってないとダメなんですよ。気持ち、はい、だから2人の気持ちがすごい合ってたってことですよ。なんか嬉しいような悲しいようなすごい微妙な。嬉しいでいいじゃないですか。嬉しい、はい、もうこれさえあればもう部屋が一気にダンスフロアになりますよね。いや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 、なっちゃいますよこれは。みんなでやってもらいたいです。ご家族で、ね、特にこの冬はもうこれ買ったらバッチリですよ。暖房いらないね。あったかくなりますもんね。発売はいつになりますか。はい、これがですね、もう10月23日、来週、来週です。来週欲しいでしょう。欲しいですねこれは。これいいですね。ではありがとうございました。バンダイナムコゲームズハッピーダンスコレクションのプロデューサー小林さんでした。ありがとうございました。楽しいゲーム、ありがとう。ありがとうございます。いやセインさん、はいはい、カミューさん、はい、カジラさん、何言い直すんですか。すいません。バンダイナムコゲームズってやつね、もっと Wii でももっと面白いゲームがたくさんあるんですよ。そうですか。例えばどんなゲームがあるの。それはね、ほら、はい、今あのキッズ向けの、はい、ゲームも楽しいんですよ、はい、キッズ向けのゲームも楽しいんですよ。読みすぎだろ、はい、違う、すぐやってみたくなるようなゲームとかがあるわけですね、はい、そうです。紹介してましたもんね、はい、さっきね、はいはい、この後も今すぐ遊びたくなる超人気ゲームが登場。お見逃しなく。見たくなるようなゲーム紹介してましたね。はい、はい、もう本当にもう早くやりたいですよね。やりたい、うん、はい、でもまだまだ実は紹介していないゲームがあるんですよ。やだって切れないでしょう、ね、信じられないな、まだあるの。まだまだあります。まだあります。そうなんですありますよ、はい、まだまだあるんですよ。あるんですよね。でそっちはびっくりしちゃダメなんじゃないのこのコーナー。続いては大人もびっくりのキッズゲームがたくさんありますんで。そうです、はい、はい、どうしてる、ここ楽しいキッズコーナーでしょ。そうだよ、楽しい楽しい、キッズコーナー行ってみようよ。行く、はい、行こう行こう、お父さん行こう。というわけでキッズコーナーに潜入。家族で楽しめるゲームが満載。あれ何、あれダンスだったよ。ほらダンス合わせてほら踊るんだよ。
のウルトラ怪獣たちが大激突。昭和から平成まで歴代の人気怪獣が勢ぞろい。つぶらやプロダクション監修 B 大怪獣バトルウルトラコロシアム。バトルシーンでは B リモコンを振るだけで簡単に熱いバトルを展開。必殺技も簡単に繰り出すことが可能に。バトルコロシアムモードでは大怪獣同士の対戦が実現。ジャンプの高さを競うスピードバトラス、飛んでくる物体を打ち返すアタックバトラス、危険な綱引きで勝負するパワーバトラス、3つのステージで対決。こちらは大怪獣バトルウルトラコロシアムのイベント会場。ゲーム大会、プレゼントなど盛りだくさんな内容に多くのお客さんが訪れました。ステージでは子どもたちがゲーム対決。お父さんと子どもたち、世代を超えて愛されるウルトラ怪獣のゲームイベントとあって、会場は親子連れのお客さんたちで大盛り上がり。ゼットンとゴムラも子どもたちを応援。こんな人気ゲームのコーナーも。これあれだ、たまごっちのキラキラお店じゃねえか。たまごっち、たまごっち、たまごっち、僕の友達たまごっち。DS で憧れの任天堂 DS で憧れのお仕事体験、たまごっちのキラキラお店っち。皆さんもマックでいろんなお店でスタッフ体験、注文に合わせてお仕事をこなすとお店が大きくなってみんなハッピー。悪くはないでしょ。お仕事の種類もいっぱい。たまごっち良かったな。良かった。なお父さん。なんだなんだ。あれあれ何？あれ。あれはイエスプリキュア555だよ。わーい。おかしいだろ。やりたいそれ。お父さんやりたい。お父さんやりたい。あの人気アニメが超スペシャルなゲームとなって任天堂 DS に登場。イエスプリキュア555。全員集合ドリームフェスティバル。ゲームだけのオリジナルストーリーで歴代のプリキュアたちが夢の共演。登場するプリキュアはなんと11人。敵が現れたら好きなプリキュアになりきってバトル。みんなで力を合わせて合体攻撃。楽しく遊びながら物語を進めよう。どうしたどうしたどうした。状況。おめでとう。うなずきで子供が子供たちの人気をはね、そうだね、一人占めしてよ。マメッチと一緒にハイポーズ。二人とも大満足のキッズコーナーでした。いやあのね、キッズコーナーとはいえね、侮れないですよ。本当ですよ。はい、キャラクターも可愛いですね。可愛い可愛いね。なんか気になるんですけど、なんじゃこりゃ。ゼットン。なんかさっきの映像とだいぶ違いますよ。ゼットン。早速、まあ、これも偉い方なんですよ、ね、そうなんですよ、大怪獣バトルのプロデューサー佐竹真也さんです。よろしくお願いします。お願いします。舐めた格好しやがってこの野郎。ゼットン。偉い方だったんです。偉い方なんです。こう見えて。はい、はい、早速、はい、これはどんなゲームなんですか。はい、そうですね、さっきの VTR にもあったんですけど、60体以上のウルトラ怪獣が入ってます。で、ウルトラ怪獣同士が戦うっていうこれまでになかった夢のゲームなんですけど。素晴らしい。
ウルトラいないんですね、ウルトラは。でメインはストーリーモードでどんどん怪獣を集めていくようなモードなんですけれども、他にもそうですね、他にも一緒にミニゲームみたいな感じでバトルするゲームもあるので、それを今日やってもらいます。今日はミニゲームの方ですね。お願いします。すごいやりたい、これ。すごい。じゃあ早速いきましょうか。じゃあ内容の説明お願いいたします。はい、じゃあまずですね、じゃあちょっと移動しますか。移動しましょう。 OK。はい、じゃあキャラクターの方を選びましょうか。はい、まずこれも Wii のあれが必要なんですね。これ Wii ですね。はい、ここでやった。 OK。 プロデューサー自ら、どうもすいません。はい、で、誰、センサーやりましょうか。俺やっていい？はい、やっちゃおう。はい、はい、はい、ちゃんとこう、つけてね、ストラップつけてください。つけてください、飛んでっちゃうんでね。はい、よっしゃ。まず、好きな怪獣選んでください。私、ペトロン星人がいい。何星人？俺じゃあ俺あれ、俺レッドキング。レッドキング、待って、はい、俺これ小学校の時にね、頭ちっちゃくてケツができたくてね、レッドキングってバカにされたの。あ、私ピゴモンって言われてました。似てるもん。さあ、これはジャンプのやつですね。よっしゃ。これは3つある中の1つで遊んでもらいます。よし、まず今の踏切台からジャンプしてこのビルにぶつかります。了解、了解。高い方がいいですよね、そのジャンプが。できるだけ高い方がいいですし、できるだけスピード出した方がいいです、その前に。スピード振ってください、振ってください。フレー、振って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 。まだまだ、遅い遅い。高いの高いの振り、振り上げろ。いやー、あ、すごい。まだまだ一緒ですからね。日本勝負です。日本取った方が勝ちです。はい、今年はだ。打て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 。あ、いいな。ちなみにこちらの発売はいつですか？10月16日今週の木曜日発売です。今週もうすぐです。もうすぐ発売、楽しみです。これは盛り上がるね。これは盛り上がるね。今年のクリスマスこれかな。イエス、これ宣伝だったかな。大丈夫。これはすごいね。新シリーズ始動。時空は破壊され、その日世界は崩壊した。混乱を乗り越え、今新たな世界の創造が始まる。スーパーロボット対戦 Z。このゲームなんだ。いろろ明るくて、ああ、はちゃめちゃで、何、兄さんがかわいいんだ。かわいい。コードギアス反逆のルルーシュ R2 盤上のギアス劇場。だって歴代怪奇は大大大集合。ゴー大さん、ついに DS で夢の共演。 Yes! プリキュア555全員集合ドリームフェスティバル。マクドナルドシルブリア店にいらっしゃいませ。ポテトプリーズ、サンキュー。自由にお洋服をデザインできます。憧れのお仕事体験、たまごっちのキラキラお店っち。レレゴンラレレジェットレレゴンラレレジェットレレレ。フリフリバトルで熱くなれ。大怪獣バトルウルトラコロシアム、オリジナルカードを手に入れろ。誰かのスピリアを犠牲にして世界を守るのが大人なら俺は子供でいい。テイルズ・オブ・ハーツ予約キャンペーン実施中。みんなの形だ。ラタトスクが目覚めれば世界は滅ぶ。二人のこともロイドのことも信じたい。助けて。テイルズ・オブ・シンフォニア、ラタトスクの騎士マルタ。今こそハロウィン。
的冒険ドラゴンボール DS。 いや2時間の生放送、はい、そして昨日からの2日間にわたってお送りしてきました、はい、サイド BNTV ですが、そろそろお別れの時間となってしまいました。いやほんと寂しいですよ。もうでもほんとに今日いっぱい、昨日もいっぱいたくさんゲームやって、ほんとどれもほんと面白かったですね。もう、はい、全部買いたいと思います。買うんですか？私はもらいたいですよ。全然聞いてくれよ。買いなさいよ。買いましょうよ。買いましょうよ。お金あるから買いましょう。でも千葉の最高、千葉のダンス王でしたっけ、まあ、これはちょっと、いやちょっとそれはダメ、それはダメ、失礼。さあ、そしてバニラさんはどうでした？はい、もう今日はね、野本くるみさんにも歌っていただきましたし、はい、もうやりたいゲームいっぱいで、私は怪獣をリベンジしないとダメですね。ああ、なりきらないと。なるほど、そうね。潜入リポートはどうでした？あ、楽しかったです。本当に本社の皆さんとてもウィットに富んでて、おしゃべりも面白くって、うん、本当に楽しい会社だなって思いました。はい、僕はね、やっぱり Wii みたいにこう体を動かすゲームが一番合ってるかなと思いました。おー、分かったね。ありがとうございます。すみません、すごいレッドキングすごかったもんね。私のクリスマスは Wii です、うちの川がよ。でもね、こうやって体を動かしたり、あとは誰かと協力したりっていう、もうゲームの定義ってどんどん進化してるんですね。深くなってきましたね。なんかこれからも目が離せないっていう感じがしました。そうですね、どん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 こういうのを追求していきたいっていう、なんか一作になるっていう気持ちも分かりますね。そうですね。はい、それでは皆さん、どうぞこれからも素晴らしいゲームをゲームライフを送ってください。じゃあいきますよ。おっ、ゲーム最高、また来年、また来年、ありがとうございました。サイド BNTV はバンダイナムコゲームスの提供でお送りしました。また来年よろしくお願いします。地デジはきれい、例えばハイビジョン、高精細な画質で感動が違います。地デジは便利、例えば EPG 番組ガイド、リモコン一つで見たい番組が確認できます。デジタル Q チャンネル東京 MX。